野球漫画史上最も怖いページがこちら。これは競技人口減るわ。あにゃ。野球以外はどうなの？そこわからんと野球だけ高いとは言えんのやが、昔からよね。野球がかゆい。子供がやる気なければ金の無駄。家でのんびり PS4 とSteamでゲームしてるわしらの生活様式が、この物価高騰の嵐の日本で最も最適かつ低コストな生活とまたしても立証されてしまったか。王局バッテリーの強豪校のレギュラーになれなかった生徒の話か。才能に恵まれなかった選手を金額で表すというえぐい内容だった。子供いなければ0円。ギア盛りすぎやろ。一流ブランドで揃えるつもりか。よし、e スポーツやるか。水野とか GTT みたいな有名メーカーじゃなくて買えるもんはアリエクで買ったらええんじゃ。だからプロなった時のリターンがでかいんだろ。あと、野球部に入ってない生徒は寄せ付けさせれるんやろ。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。